なんでね、もう何回も言いますけども、菅さん、もう国民のために働いてください、本当に。働いてください。嘘とかはそんな言う必要ないですから。もうきちんともう、有言実行で、働いてください。じゃあどうすればいいのか。もうはい、皆さん、こんにちは。アメリカ海です。今日はですね、昨日ワクチン接種の動画を上げました。まあ、ワクチン接種の動画というか、ワクチン、まあ、もう去年の終わりには欧米打ち始めてるっていうのにも関わらず、日本は春頃になる。なんでこんな遅いの？みたいなお話をしました。でですね、また、それ以前でも、先立っての動画でも、緊急事態やるんであれば条件あるよと。緊急事態やるんであれば、100%粗利保証、そして消費税廃止、そして、一律の定額給付金、支給しなければ、特にお店は、ガン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 潰れていってしまいますよ、というふうな動画がありました。でですね、緊急事態宣言やるやらないっていう話があったんですけども、どうやら、昨日の、菅内閣総理大臣の話によると、どうやら、やるみたいですね。もう、新聞各紙一面、もうその話で持ちきりなんですけどね、今日はですね、日本経済新聞の、今日の一面から、まあ、読んでいきたいと思います。ですね、緊急事態宣言1ヶ月程度になるみたいですね。じゃあちょっともう中身、もう読んでいきましょう。菅首相は4日、年頭の記者会見で再発令を検討すると表明した。昨日ですね。限定的に集中的に行うことが効果的だと説明した。施設や店舗の利用自粛は前回の宣言より狭める。前回の宣言より狭めるっていうことは、その自粛を要請するところ、自粛してくれよって頼むところのその範囲を狭めるってことなんで、緩くなるってことですね。まあ、どこの国もそうですね。1回目のロックダウンと2回目のロックダウン。だいたい1回目のロックダウンが強烈なんですよ。で、2回目のロックダウンでは部分的にやるみたいな、そんな感じなところ。まあ、世界各国。まあ、そうなんでね。まあ、日本もまあ、それに習ったわけじゃないですけども、まあ、そうなっちゃいましたね。そうなっちゃうんでしょうね。で、読んでいきます。でですね、またその4日の夜の BS フジの番組で、菅首相は、去年は1ヶ月程度取った。で、まあ、参考にしながら、まあ、決めていこうと。参考にして、それでまあ、諮問委員会で決めてもらおうというふうなお話なんですけどもね。まあ、時短に応じた店舗への協力金も増やす考えを示したというんですけども、これは後ほど話します。で、営業などの自粛は飲食店を中心にする方向だということです。さっき言ったように、その使用制限の対象を、まあ、縮める。だから、あるところは、前回はダメだったけども、今回、まあ、やっていいよというようなところが出てくるよということです。前回も今回もダメだっていうところが、もう飲食なんでしょうね。飲食中心に、まあ、自粛要請していこうというふうな話なんでしょう。でですね、まあ、経路不明の感染原因が多く、飲食によるものと専門家が指摘していると、菅氏を話しています。で、夜の会合を控え、飲食店の時間短縮にご協力いただくことが最も有効ともかかったと。だから、やっぱり、まあ、飲食と、まあ、複数で食べて、それでまあ飛沫飛んで、まあ感染者の人の飛沫が飛んで、それでまた、感染してない人にまあ感染してしまう。まあそういったふうなこと、まあクラスター的なものも含めて、そういうふうな、まあ流行りが主流になったっていうことなんでしょうね。と、まあ、少なくとも政府はそう睨んでるみたいですね。で、政府は知事による、飲食店への時短要請や、住民への外出自粛要請などを、対処方針の柱にすると。そういう見通しだそうです。でですね、ここでちょっとね、じゃあこれどうなるのっていう話が、まあ、2つあるんですけどね。1つはですね、GoTo トラベル。どうでしょうね、緊急事態宣言、まあ、発令した後も GoTo トラベルやるんでしょうかね。ですね、緊急事態宣言が発令されているまでは、GoTo トラベルは一時停止だそうです。なんでね、まあ、11日まで、全国で一時停止する GoTo トラベルは、緊急事態宣言期間中は、休止ですね、休止を続ける。だから、GoTo トラベルやりませんよと、35%オフないですよ、というふうなことです。でですね、やっぱり、まあ、首相も、まあ、西村さんも、まあ、宣言すれば、まあ、再開はなかなか難しいよと。
すぐにはできないよというふうなことを、まあ、言ってます。で、あとですね、小中高や大学の教育活動は、まあ原則制限しない。だからやるんでしょうね。ここは自粛の要請しないみたいです。休校要請はしないみたいですね。まあこれに関してね、ちぐはぐじゃないかなんて言ってる人いますけどね。どうなんでしょうかね。高校でもクラスターがポトリと出てますからね。でですね、昨日話題になったワクチンの話なんですけどもね。昨日は確か日本はワクチン春頃なんじゃないかというふうな話しました。だいたい4月ですね、春というと。ちょっと早まるみたいですね。ちょっと読んでいきます。新型コロナの、ワクチンは2月下旬までに接種を始める計画だと。2月下旬ですか。ちょっと早い、1ヶ月今日早くなりましたね。首相は、4日夜の BS 富士番組で、接種は2回必要だ。1回分はできるだけ早くしたい。接種するしないは個人の選択になると。なると。という見解を示したということなんですけどね。2回やらなきゃいけないですね、接種は。これもファイザー社なんでしょうかね。詳しいことは書いてあるんですけども、今日はちょっとその話しません。明日何も話題がなければ、そのワクチンの話したいと思いますけども、今日はですね、これの他に、あともう一つ、GoTo トラベルが停止だと。じゃあ GoTo トラベル、国内の旅行じゃなくて、今度海外ですね。海外どうすんだと。せんだって私の動画でも海外どうなるんだって、まあ、原則禁止になると。新規が、新規入ってくる外国人、原則、まあ、入国禁止だというふうなことを言いました。で、日本人でもやっぱり2週間、の待機期間必要だというふうなことを言いました。ただ、ビジネス往来によるものは原則と今まで通り緩和を続ける方針だと。だから、その2週間の待機期間持たずに、すぐ入ってこれると。いうふうなこと、記事に書いてあったんで、これおかしいんじゃないの？なんなの？これ？っていうふうな動画あげたんですけどね。でですね、緊急事態宣言の発令にあたってですね、やはりその、もう全面的に停止しようよというふうな話になってます。ですね、これは朝日新聞ですね。まあ、今日の朝ですか、配信ですね。ちょっと読んでいきますね。政府は中間を含む11カ国、地域からビジネス関係者などを受け入れている入国緩和策、いわゆるビジネス往来ですね。ビジネス往来のその入国緩和策について、新型コロナの変異ウイルスが確認されたかどうかに関わらず、例外なくってことですね。もう、どういう状態であろうが、一時停止とする方向で検討に入った。これにより外国人の新規入国は事実上全面的に止まる。複数の、政府関係者が明らかにしたということです。なるほど。だから、まあ、緊急事態宣言中は、もう全部、原則禁止だと。ね、原則禁止だと。で、ビジネス往来も禁止だと。ただ、ここでですね、まだ、ちょっと、舌足らずというか、禁止とは言うものの、2週間のその待機期間があれば入ってこれるのというふうな感じなんですけども、ですね、これによると、この記事によると、一時停止なんで、入国緩和策一時停止なんで、どこまで停止なんでしょうね。一時停止、全面的に入ってくるなというふうなことなんでしょうかね。全面的に入ってくるなというふうなことであればあれですけどね。一番最後ちょっと書いてありますね。政府は、今年の夏の東京オリンピック、パラリンピックを目指して段階的に入国緩和を進めてきたが、一連の緩和策は在留資格を持つ外国人の再入国を除き中断することになると。人道上配慮が必要な例など、特段の事情がある外国人は引き続き特例的に入国を認める方針だということなんですけどね。だからやっぱり入ってくるなってことでしょうね。またこれね、詳しく分かったら、また明日以降動画で配信していっていきたいなと思うんですけども、まあ原則無理だと。2週間がどうのこうのっていうのも入ってくるなというふうに、私はこれを読んで捉えてます。まだね、情報が出たばかりなんで、ね、まあ変わったら変わったで、後ほど、正しい動画上げたいと思いますけどね。ということで、結構厳しく、その人の動きを制限するということになりそうですね。GoTo トラベル禁止、停止、そして、外国人、および日本人の出入国原則禁止と、まあ、特に外国人ですか、外国人、まあ、原則、まあ、入国禁止というふうなことに、なるみたいですけどもね。
でですね、飲食店ですね。飲食店の実態みたいのが書いてあるんですよ。で、あんまり長く読むとあれなんで、ちょっと重要なところだけ、ここを読みたいと思います。小規模飲料の支援策として雇用調整助成金もあるが、時短の場合でも活用できるとの、認知が広まっておらず、利用件数は伸び悩む。手間のかかる申請作業も個人営業の飲食店の妨げになっていると。居酒屋を運営する男性店主は、もっと使い勝手の良い支援策を充実してほしいと話す。資金繰りも含め、規模や業態に応じたきめ細かい、飲食支援策が求められるということなんですけどね。ですね、大体持続化給付金と、あと雇用調整助成金が、まあ、特にこの雇用調整助成金を、まあ、政府は大きな柱にしたいんでしょうね。まあ、そらそうでしょう。100% 粗利保証よりも金かからなくて済みますから。でもね、もうここまで来たら、私はもう何回も言いますけども、その、1都3県に出される、まあ、緊急事態宣言なんで、その1都3県の、その自粛要請に応じた飲食店。飲食店にまあ限らないけども、休めといった、そういう店舗ですね。会社、企業。もうね、全部 100% 粗利保証やったっていいんじゃないですか。1都3県。一都三県ですからね、全国でやるってわけじゃないですし、ないですから、一都三県であれば、それであれば、まあ、数兆から、まあ、十数兆ぐらいで収まるんじゃないですかね。これをやるだけでも、いや、絶対に潰さないからね、安心してねっていう風な、国のメッセージを読み取ることができるんですよね、企業の方は。なんでね、もう何回も言いますけども、菅さん、もう、国民のために働いてください、本当に。働いてください。嘘とかはそんな言う必要ないですから、もうきちんともう有言実行で、働いてください。じゃあどうすればいいのか、もう緊急事態宣言で出してもいい。その代わり 100% 粗利保証、それ消費税廃止、そして、一律の、定額給付金の支給。これをやれば、もうほぼほぼ OK ですよ。これをやればほぼ OK です。なんでね、これをやって、それで、緊急事態宣言、発令してください。で、おそらく、まあ、100%この3つ飲まないでしょう。特に消費税は、まあ、残念ながら、まあ、この緊急事態宣言発令しただけでは動かないでしょうね。なんでね、まあ、せめてどれぐらいの粗利保証、どれぐらいの保証を企業にできるのか、会社にできるのか、店にできるのか、あと、定額給付金ですよね。定額給付金、どれだけできるのか、ちょっと見てみたいと思いますよね。で、まあ、1ヶ月程度、今月、まあ、1ヶ月だから、来月の初めぐらいまで続くんですかね。まあ、様子を見てからということになるんですけども、もう一回言いますけども、まあ、この緊急事態宣言やってもいいです。ただし、私の言った成功法、もう絶対にやってください。やった上での緊急事態宣言なら私は賛成します。でなければ反対です。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。Hasta mañana.